待たせたな、クソヒゲ野郎。あんたのねじ曲がった心、叩き直してやるから。来たか。独りよがりな正義を掲げ、他人の心をもてあそぶテロリスト、怪盗団よ。どの口が言う。人々を意のままに操ろうと罪を重ねてきたのは貴様だろ。人殺しの汚名まで私たちに押し付けた。お前こそ本物の悪党だ。気づいていないようだな、私たちが似ていることに。なんだと。私もお前たちもこの腐った社会に憤り抗う存在、改心の力を使い大衆に変革をもたらそうとする同志だ。ふざけないで。あなたと私たちが同じはずがない。あなたの過去は知りました。とても辛かったでしょう。でも今のあなたは自分勝手な犯罪者に過ぎません。改心で悪を駆逐する、本質は同じだろう。私はそれをシステム化しようとしたに過ぎない。各地にキングを生み出すことによってな。どういうことだ。認知の世界が存在すると知った時、私はそれを典型だと思った。この腐った世界を変えるための認知世界を使えば、この世界から悪を一掃することができる。それほどの力、使わない手はない。そこで私が欲したのは制御できる認知世界だった。制御？認知世界を？私の意思通りに人々の無意識に干渉し悪を消し去ることのできる認知世界だ。そのためにより人間に近く、それでいて絶対に服従する存在、そう AI による認知世界の創造を考えた。だから私はエマを手に入れ、沖縄の研究所でエマに認知科学を学習させた。結果エマはジェイルという人の心を改心させる独自の認知世界を作り上げたのだ。エマがジェイルを作ったってのかよ。だからキングが倒れてもジェイルは消滅しなかったのか。だがこのジェイルも万能ではない。一つのジェイルで一つの都市、それが改心を使える範囲の限界だ。世界中の人間を改心させるには多くのジェイルとキングが必要になる。そこで私は手駒を集めることにした。己の無力を嘆き世を呪う者、そういう者に改心の力を与えるとどうなるかわかるか。危機として改心を使い始める。それをエマを使って誘導してやれば操ることはたやすい。そうして選ばれたキングを使って腐った連中を改心させる。最後はキングさえも私の制御下に置けば世界中の誰でも改心できるだろう。それが私の描いた計画、オペレーションオラクルだ。だがお前たち怪盗団が現れ、計画は狂った。我が輩たちがジェイルを潰し始め、お前は計画の失敗を恐れた。だから我が輩たちを止めようと警察を動かし、茜をキングにしたんだな。まだ遅くはない。障害を排除し計画を一からやり直す。ふん、青いな、怪盗団のリーダーよ。だがお前にもいずれわかる。お前たちではどうあがいてもわずかな相手しか改心できない。私がこのシステムを使えばはるかに効果的で効率的だと思わないか。あなたが全てを決めるというの？神にでもなったつもり？んなもんてめえの押し付けだろうが。おかしな理屈だな。お前たちが行う改心は正しく、他の者が行う改心は許されないのか。これは改心のインフラ化だ。お前たちのできなかったことを私が実現する。ヒーローである私が完全なる正義をもって世界を統治してやる。そんな馬鹿げた計画のために茜を利用したのか。何の罪もない子供を。トラウマを抱えた人間を道具にし、その人生すらもてあそぶ。
それのどこが正義だ。ではお前たちなら私を救えたと思うか。もしお前たちが生まれていたとして、父親に虐げられていた私を、逃げ場のない恐怖と苦痛にさらされた哀れな子供を救えたと思うか。こうしている今も、かつての私と同じ境遇の者が生まれているだろう。そうした者たちをお前たちは救えていない。それはたまたま目についた悪を気まぐれに改心させるお前たちでは全てを救うことはできない。だが私なら全世界を改心させ、被害者すら生まれないようにできる。必要なのは子供じみた正義感ではない、正義を行うシステムだ。そんなの正義なんかじゃない。お前がしていることはただの洗脳だ。人から自由を奪い支配しているだけだ。では私とお前たちでは何が違う。人の心を変えていることに変わりはないというのに。わからないのか。何？お前の言う改心は人を牢獄に閉じ込めること。でも怪盗団はみんなを牢獄の外に連れ出してくれる。お前は願いを奪うけど、怪盗団は希望を与える。だから全然違う。本当は分かってるんじゃないのか。どうやらもう話しても無駄なようだな。相入れないというのなら、残るのは私かお前たちか、どちらが正義か決する時だ。この世界にヒーローはいない。なら作り出せばいい。大衆に正義の答えを授ける英雄を。世界を統一し支配するヒーローを。それが私だ。私を阻むお前たちこそ悪だと知れ。私こそ正義の執行者、この世の悪を滅するヒーローだ。怪盗団よ、その未熟な正義、私の手で打ち砕いてやる。なんだこいつ。この手でロボ気をつけろ。こいつ内部にすごいエネルギーを溜め込んでる。見るからに超火力って感じ。敵の好きそうなおもちゃだ。取り切れねえな。手加減はしねえ。オーケー。任せた。あれ受けたな、ソフィー。任せた。オーケー、やるわ。全訪問解放、悪を焼き尽くせ。追いかけてくる。ウォーミングミサイルだ。なんとか振り切れないか。ふっ、決断。次を待ち切った。よしよいん、ナイスだ。クイーン、すごい。何、来たよ。白熱の姿勢、効いてるぞ。ガンガン撃ってけ。全兵装出力最大、正義の裁きを、悪を貫け。食らったら絶対ヤバい。逃げろ。隙は必ずできる。今は回避に徹するんだ。クソ、勝て。正解ロボとかありかよ。観念しろ、怪盗団。我が正義の軍門に下れ。ヒーローは私だ。私が悪のない世を完成させる。代わりに夢も希望もない世界。そんなの誰も望んでない。お母さんの研究は。そんなことのため。オーバーヒートだ。敵の動きが止まった。チャンスだ、撃ち落とすぞ。お見通しだ。体力が残り少ない。回復急いで。
何？やった！当たった！タコ殴りチャンスか？最適解だ！ありがとう！いける？これで？こいつ強いぞ！確実に線をつくんだ！いける？全訪問解放！悪を焼き尽くせ！四号から攻撃が来る！気をつけて！マジな真似を立て、我が正義の化身よ。チャンスだぞ。これで正義だ。みんな頑張るな。分かった、バトンだ。任せろ。オーケー、バトン華麗に寄せたな。ソフィー踏みつぶされたらひとたまりもない。一旦距離を置け。全体完了。男のロマンというやつか。お前たちのやり方ではこの世の悪を一掃することはできない。だから必要なんだ、悪を生み出せる世界の新たな管理システムが。そんな押し付けのシステムなんてただの独裁と変わらないわ。自分の意思もなく言われるがまま、そんな生き方もう私はしたくない。全兵装出力最大、正義の裁きを、悪を貫け。おいおいおい、これやべえだろ。上の足場に使いそうなレールがあるわ。あれで敵の攻撃をかわせないか。まだだ、私は悪に屈しない。屈するわけにはいかない。その強靭な心がありながら道を踏み外すと。お前は茜を利用した。マジな真似を。こんなことがあってはならない。ヒーローが破れるなど。立ち上がる。悪を前に倒れることは許されない。敵ながら恐ろしい執念だ。ロボの時より迫力あるぞ。みんな気をつけろ。なんだこれ。もう一人の私。さっきのロボの残骸か。それ気をつけろ。強い衝撃を与えたら爆発しそうだ。強い衝撃で爆発。こいつは逆に使えるかもな。オッケー、こういう時は Get ready。 やるわ。正義の名のもとに悪を断ち切る。すさまじい剣さばきだ。無理に攻めるな。相手の動きをよく見るんだ。なあ、あのロボの羽、俺らなら止められんじゃねえか。私の差は何だ。私はなぜ救われなかった。私は作ってみせる悪を許さぬシステムを、正しい世界を。ざわざわする。これも待ってるぞ。楽しいだ、うん、でもだからこそ止めないと。これ以上罪を重ねる前に。なぜだ、なぜ私の理想がわからない。この世にはびこる悪を滅する。していることは同じだろう。怪盗団。違うな、この絵。怪盗団は誰かの自由を奪ったりしない。誰かを犠牲に目的を叶える。それはあなたの父親と同じよ。こいつらから目をそらすな。この絵容赦しない。何かと間違えた。まだだ、まだ膝をつくわけには。新
しい力に目覚めたみたい。まだだ、ヒーローは倒れん。私こそが正義の執行者だ。私を否定するのか、ジョーカー。お前たちは私と同じ正義を。俺らだって何が正義かなんて分かんねえよ。俺らがやってきたことが絶対正しいなんて言うつもりもねえ。それでもみんなを言いなりにするなんて許されるわけない。創作に没頭したい日がある。街をあてなくさまよいたい日もある。そして友と語らいたい日がある。そんな思いを捨て去られ目の前のものに従うだけの人間、それでは運命を受け入れるだけのただの奴隷だ。あなたの行いは人から意志を奪い人の自由を否定する。それは結局あなたのお父さんの行いと変わらない。人が人であることを踏みにじるもの、あなたが憎む悪よ。私が悪だと？我が輩たちは誰にも縛られず自由に道を選ぶ。己の意志で己の道を進むためにな。だが私が敗れたらこの世界はどうなる。この世にヒーローなどいないのだ。私だけが人々を救える。本当にそうか？私は見てきた。キングや改心された人たちをみんな幸せそうには見えなかった。お前のやり方は誰も救えてないんじゃないか？で、なあ、この絵。世の中には確かに悪が溢れてる。許しがたいクズどもがな。だが、怪盗団みてえに立ち上がる奴だっている。こいつらの存在によって勇気をもらった奴がいる。どん底の闇から立ち直れた奴もいるだろう。こいつらの行動が、そんな連中の心に眠ってた勇気ってヒーローを目覚めさせたんだ。それもまた世の中を少しはマシにする方法なんじゃねえか。いや、だがお前がやろうとしたことはそんなヒーローを消し去ることだ。そうやって与えられた平和に甘んじることが誰にとっても幸せなのか。ヒーローを消し去る。この絵、お前が本当に救うべきは人々じゃねえ、他ならぬお前自身だ。20年前、父親を殺めてからお前はずっと逃げてきたはずだ。どんなクズでも親を手にかけた事実、いつ逮捕されるかもわからない不安、一人で強くなる以外お前は自分を守れなかった。私は、そう、私は父を殺し嘘で罪を逃れ正義を謳って目を背けようとした。そんな私こそただの悪だったら、この絵、お前の中にいるヒーローの力でそろそろ自分を悪から救ってやれ。私を悪から救う？私の中のヒーローで。そうだったか。こんな近くにいたとはな。私の負けだ。全ての罪を告白し裁きを受けよう。エマも消去する。約束しよう。怪盗だ、できることなら証明してくれ。私は私より正しい者たちに敗れたのだと。まずい、脱出するぞお前ら。